すべての世界から悲しみをなくす。あいつがしてきたことは何もかもそいつの実現のためだ。これからすることもな。そんなの本当に実現できちゃうわけ？彼の目的がどうあれ、私たちがやるべきことは変わらないさ。スエドウが新しい世界の創造を望むならば、私たちの目的は旧世界の崩壊を食い止めることだ。よろしい。では今なすべきをなすとしよう。スエドはどこだ？進みましょう。